え皆さんこんばんは、えー、本日は大変お忙しい中お集まりいただきまして誠にありがとうございます定刻になりましたのでこれより資源循環型施設建設に関する説明会を始めさせていただきますさて本日の説明会ですが行政が整備を進めておりますごみ処理施設は住民の皆様が快適な生活環境を維持していくため 上田地域になななくてはならいない施設でございま,すまたこのごみ処理施設の整備事業は長い年月が必要となり住民の皆様のご理解とご協力なしには進まない事業であります資源循環型施設建設事業におきましては平成30年11月に立ち上げた資源循環型施設検討委員会において1年4か月にわたり 安全安心な施設の在り方について協議を重ねてきました本日の説明会ではその検討委員会の協議結果を受け今後の施設建設に向けた基本方針を示させていただくとともに環境影響評価の実施等についてご説明させていただきたいと考えておりますさて資源循環型施設建設の建設工事の選定につきましては 過去かららな検討が進められてままいりました広域連合では、これら過去の経緯を踏まえながら、建設候補地についてさらに検討を進めてきた結果、平成24年の6月に、用地買収が不要な公,用地公共用地であります、正常園用地を建設候補地とする提案を行い、地域住民の皆様と話し合いを続けてまいりました。 私は平成30年4月9日の市長としての初登庁の日に対策連絡会の皆様にご挨拶を申し上げたことに始まり可能な限り私自身が出向き皆様と顔合わせて話し合い信頼関係を築くことを大切にしてまいりましたそうした中平成30年11月にはこの事業の構想段階から地域住民の皆様が参加して学士経験者 及び行政と対等な立場で協議を行うことによりまして安心安全を将来にわたって作り上げることを目的としました資源循環型施設検討委員会を設立いたしました検討委員会では9回にわたりまして開催され丁寧にまた活発に議論を行っていただきましたその結果本年4月には検討委員会から 広域連合長である私に協議結果が報告されました。計画のスタート地点から、住民の皆様に参加していただくことによりまして、協議をまとめていただいたことは大変大きな意義があると考えております。広域連合ではこの協議結果を生かして、資源循環型施設建設の基本方針、皆様方のお手元に配布させていただいておりますが、この基本方針を策定いたしましたので、この後、 事務局から説明をさせていただきます資源循環型施設を進めるにあたりましては最も重要なことは地域住民の皆様の安心安全の確保でありますそのため資源循環型施設の周辺環境への影響について科学的データを調査することが必要であることから広域連合では正常円用地を建設候補地として 環境,アセ環境影響評価環境アセスメントを実施してまで得たデータや知見を生かして今後も地元の皆様にお示ししながら安心安全に向けた取り組みを進めてまいりますまたこれから環境影響評価以外にも公害監視体制や施設の基準値地域のまちづくりに向けた振興策 につきましても地元の皆様と丁寧に話し合いを進め着実に力強く事業を進めてまいります私たちがゴミを全く出さない生活をすることは困難でありますそうした中私たちの生活に欠かすことのできない資源循環型施設の建設についてすべての住民の皆様に正確にお伝えし自分自身の問題として考えていただきたいと思っております これまでこのような説明会は本日を含めまして7箇所で行ってまいりましたそしてまた一団体これからももう一団体ありますがそれぞれ説明会をさせていただきましたそれぞれの会場から来たのないご意見をあるいはご要望をいただいてきたところであります本日もしっかり皆様のご意見ご要望を受け止めさせていただきたいと思っておりますまず基本方針の説明に入ります前に A4 表裏 一枚の資料となっております受付でお配りした白黒の資料になりますけれども資源循環型施設建設のこれまでの経過についてご説明をさせていただきますまず一の現在のごみ処理施設です皆様ご存知の通りこの地域の燃やせるごみは上田市、東見市、青木村、長浜町で上田地域広域連合として共同で焼却処分をしております この地域内には、ごみ焼却施設といたしまして、上田、丸子、東部の。三つのクリーンセンターがあります。ごみ焼却施設の対応年数は、一般的に二十年から二十五年と言われていますが。上田クリーンセンターが稼働開始から三十三年が経過するなど。サクリーンセンター、ともに対応年数を超える状況にあります。二の、これからのごみ処理施設をご覧ください。 こうしたことから、広域連合では3つのクリーンセンターを廃止し、1つに統合した資源循環型施設の建設を計画しています。ゴミ処理施設を統合していくことを広域化と言いますが、そのメリットの1点目としましては、施設の安定的な運転と有害物質の排出抑制ができることです。ダイオキシン類などの有害物質の排出を抑制するには安定継続した。 完全燃焼が重要となります施設の統合・広域化を図り一定の規模の施設としてゴミ室の均一化や24時間連続運転などの焼却管理を行うことが効果的であります2点目は施設を統合することで建設費はもちろん建設後の管理・運営においても長期間継続的に費用の軽減が可能となります 年によってばらつきはございますが、平成30年度のサンクリーンセンターの運営費は約11億円、このうちの修繕費は5億円程度となっています。こうした例から考えますと半年失礼いたしました。半額程度までは維持費を縮減できるものと考えております。広域化のデメリットとしましては、広いエリアから1箇所にゴミを搬入するため。 収集運搬効率が低下すること収集運搬車が一つの施設に集中することにより通行量が増えることなどが考えられますが対策としては搬入ルートを幹線道路に設定すること施設周辺の道路の安全確保には最大限配慮することを考えております次に裏面をご覧ください資源循環型施設の建設候補地の選定についてです 建設候補地については鹿野倉工業団地や東山地区自然運動公園隣接山林などで検討が行われてきましたが建設地を決定できない状況にありました平成21年から22年には建設候補地の公募を行いましたが建設地決定には至りませんでしたこれら過去の経緯を踏まえながら建設候補地選定についてさらに検討を進めた結果 平成24年には正常園用地を建設候補地とする提案をしております正常園用地地を候補地として選定した理由については3-2のりのりとなります適切な施設配置ができる面積形状を持った用地買収が不要な公共用地であることのほか施設運営上不可欠な地下水の確保が可能であること 周辺の幹線道路が整備されていることなどの立地条件が優れていることが選定された理由となりますこうした状況から現在まで西条園地周辺の地域住民の皆様と広域連合及び上田市での話し合いを続けてきているところでありますそれでは次にお手元の青いパンフレットの資料に基づいて資源循環型施設の建設方針に建設の基本方針について概略をご説明いたします 最初に資料の2ページをご覧ください目次全体構成となります基本方針は検討委員会から報告された協議結果に基づき定めたことからそちらと同じ構成としております3ページをご覧くださいはじめにとして検討委員会の経緯です先ほど土屋連合長から申し上げました通り平成30年11月に 資源循環型施設検討委員会を設立いたしました。下の図の通り、本年四月に、あ、下の写真の通り、本年4月に広域連,連合庁へ報告をいただきました。大きな特色としては、事業計画の入り口の議論から。地域住民の皆様に、の代表の皆様にご参加をいただいたことであり。この基本方針も、こうした議論を踏まえて、広域連合として。 施設の安全安心地域の発展を目指して定めたものであります続きまして項目ごとに取り組みの基本方針をご説明いたします4ページをご覧ください基本方針1ゴミ減量への取り組みについてです四角の中の丸が協議結果に基づき広域連合として定めた基本方針となっております一つ目の丸広域連合 および厚生市町村は資源循環型施設による環境負荷を減らすため引き続き 3R を基本としてごみ減量に向けた取り組みを推進します。3R とは下の中米印1にありますがリデュース無駄なごみの発生を減らすリユース物を繰り返し使うリサイクル資源として再利用する。 の三つがあるの頭文字を取った取り組みであります。二つ目の丸。広域連合及び厚生市町村は。プラスチック類などの可燃ごみへの混入を防止するなど。ごみの焼却量の削減を目指します。下の中米印にですが。プラスチックは皆様ご存知の通り。七月からレジ袋の有料化がされておりますが。それに加え。国は。 分別収集をさらに推進し資源化を進める方針としており混入の防止はより重要となりますスプレー缶電池などは混入による火災防止の観点からも適切な分別が必要ですので取り組みを進めてまいりますまたまれに新施設ができればゴミ分別が楽になるかとのお問い合わせもありますが現在の分別は変更いたしません何でも焼却をするのではなく ゴミ減量に取り組み、社会情勢等により変更が必要となった場合には、地域の合意をいただいてまいります。3つ目の丸、上田市は可燃ごみの4割を占める生ごみについて、リサイクルを推進することで減量する取り組みを進めます。市では、令和元年度から廃棄物処理審議会、その部会である生ごみリサイクル研究委員会において、 生ごみ資源化の検討を進めてきました7月に行われた答申を踏まえ市は具体的取り組みを速やかに実施することとします5ページの一番上ゴミ減量と資源循環型施設をお願いいたしますゴミの焼却量が減ることで温室効果ガスや有害物質の排出削減につながるとともにゴミの搬入者の通行量も減り環境への負荷が低減されます またコンパクトな施設とすることで建設コストも節減できますその下のグラフをご覧ください可燃ごみ搬入量の推移は皆様のご協力もあり平成24年度以降減量傾向にありましたが令和元年度には増加に転じてしまいました令和2年度の目標値36,933トンの達成には残り2,795トンの減量が必要となり 厳しい状況となっています原因としては事業系ごみの増加年度末のコロナウイルス感染症に伴う自粛による家庭ごみの増加などの影響と考えられますが住民の皆様には引き続きゴミ減量にご協力をお願いいたします5ページ下段生ごみの減量に関して遠見市可燃ごみ搬入量の変化のグラフをご覧ください 東美市では、先行して生ごみの分別収集に取り組み、大秘化することで、約1000トン、21%の可燃ごみが減量となる大きな効果が出ています。6ページをお願いします。こうした状況を踏まえて、植え出しても、ゴミ減量を目指して、生ごみリサイクルシステムの取り組みを開始いたします。生ごみリサイクルシステムの概念図です。市内全域で、 生ゴミの発生、排出の抑制、自己処理を基本として自己処理が困難な地域では分別収集に取り組む計画としています一般家庭、事業所、行政の取り組みをそれぞれお示ししています七ページをご覧ください家庭及び事業系の生ゴミ削減に向けた取り組みを段階別に記載していますそれぞれ 発生抑制から資源化までのステップで取り組む予定としており、今後さらに具体的な方法を定め、ごみ減量を進めてまいります。八ページをお願いいたします。基本方針に資源循環型施設の基本条件についてです。一つ目の丸、資源循環型施設の規模は一日あたりの処理能力百四十四トンを上限とし。 今後のゴミ減量の成果を踏まえ見直すこととします下の資源循環型施設の施設規模をご覧くださいこの144トンは減量化目標値から算出した137トンに災害ごみの処理能力7トンを加算した数値となります二つ目の丸処理方式は全国的にも実績が多く信頼性が高い ストーカーカ炉方式とし安定的に処理できる24時間連続運転とします3つ目の丸焼却炉の数は地域住民の皆様との協議の中でごみ減量に対応しやすいとした三炉構成を基本とし今後施設基本計画を策定する時点で最終的な計画処理量などを踏まえ総合的な検証を行います。 9ページをご覧ください中ほどにストーカー式焼却炉の図がありますゴミを混ぜながら階段状の火格子の上で乾燥させ燃焼させ燃やしきるというシンプルで安定した焼却炉でありますまた24時間連続でゴミを焼却することで温度を下げることなく効率的に処理が可能ですこれらについては 現在の上田クリーンセンターも同様の方式であります10ページをご覧ください基本方針3資源循環型施設の環境対策について3-1ダイオキシン類等の有害物質への対策につきましては適正な焼却管理による発生抑制最新技術による除去周辺住民の皆様に 安心していただける監視体制など総合的に対策を実施いたしますまた測定された有害物質の数値や施設運営の情報を公開してまいります大浴震類のほか対策が必要な有害物質は中の米印および下の表に発生要因・規制値を整理しております十一ページをお願いいたします上段の図は ゴミを焼却した際に発生する排出ガスの処理の流れと有害物質の抑制と除去対策を示したものですダイオキシン類については高温で焼却しその後排出ガスを急速に冷却することで発生を抑制しさらにバグフィルターと呼ばれるろ過式集塵器や触媒効果で除去するなどの対策を講じてまいりますまた 有害物質の測定や監視体制などの情報公開についても住民の皆様に信頼していただける方法を検討してまいります下の写真は東京都武蔵野クリーンセンターです周辺には市役所などがあり測定結果を電光掲示板で表示し多くの皆様に見ていただけるような対応をしている例です十二ページをご覧ください 基本方針3-2周辺環境の保全対策においては今後周辺環境への影響について科学的データを調査・提示して住民の皆様と話し合い安全・安心のための取り組みを行います。具体的には土屋連合長から冒頭に申し上げましたとおり広域連合として科学的データを調査し皆様に提示するため長野県条例にのっとり 環境影響評価を実施いたします環境影響評価とは大規模な事業を実施する前にその事業者自らが住民や関係自治体などの意見を聞きながら事業が環境に与える影響を調査予測評価し環境により配慮した事業としていくための制度です。想定される調査項目は12ページ下段にある 待機室や騒音などですがこれら以外にも収集者による交通への影響など地元の皆様と協議しながら必要な項目を決めていきます 13, 13ページをお願いいたします環境影響評価の手続きは配慮書方法書準備書評価書と大きく分けて4段階ありトータルで4年程度の期間が必要となりますこの 一連の手続きの中ではその都度県が書類を広告縦覧し広域連合が説明会を開催して皆様のご意見をお聞きしてまいりますなお長野県環境影響評価条例では方法書と準備書の2つの手続きについて説明会の開催が義務付けられていますがこの資源循環型施設に関しては配慮書の段階から説明会を実施してまいります 各段階の手続きについて補足をしながら説明をいたします。1廃所の手続きとは事業の最初の段階において位置や規模などについて複数案を設定し重大な環境への影響について書面で比較検討する手続きです資源循環型施設においては正常園用地を建設候補地とし建物の配置煙突の高さなどについて 複数案を比較し環境への影響を検討して皆様のご意見をお聞きしてまいります丸 ② 方法書の手続きとは評価する項目や調査する手法を決める手続きです言い換えると調査計画書を作成する手続きといえますこの手続きは環境影響評価の内容つまり大気汚染や動植物や景観などの調査項目 現地調査を行う場所や回数のほか、予測や評価の方法などを公表して意見を求め、必要に応じて見直しを行い、適切な方法を選定しようとする手続きです。住民の皆様の調査項目や手法などへのご希望は、この段階でご意見をいただいてまいります。三準備書の手続きとは、方法書で決めた計画に基づき、 実際に調査を行いそれをもとに事業の実施が環境にどのような影響を与えるかを予測するとともに環境を保全するための考え方をまとめますこの準備書により資源循環型施設の環境への影響に関する科学的データが明らかになります環境影響評価の実施結果の案を公表する手続きといえます 評価書の手続きとは、準備書において出されたご意見を踏まえ、内容を再検討し、必要な修正を行い公表します。建設工事を開始した後も、事後評価の手続きを行い、環境への影響を確認してまいります。今年度は、建設候補地である正常園用地において、廃止書の手続き及び今後の計画に向けた地形測量を実施したいと考えております。 14ページをお願いいたします3-3自主基準値についてです先に中ほどにあります自主基準値とはをご覧ください下線を引いてあります部分の通り自主基準値とは有害物質の排出について法令で定める規制値よりも広域連合が自主的に低く設定する基準値であり超過した場合は施設の停止が義務付けられます 上の四角の中をご覧ください上田地域においても以下の3つの考え方に基づき法令で定める基準よりも厳しいダイオキセン類や窒素酸化物などの排出に関する自主基準値を設定したいと考えております1つ目として当然ですが法令で定める規制値以下とします2つ目として住民の皆様が安心して信頼が得られる数値とします3つ目として 最新の技術によりどこまで確実な達成が可能か検討してまいります写真は東京都心部の住宅街に位置して自主基準地や住民協定と先駆けとなった杉並清掃工場です住民が立ち入り散歩したりするなど地域に開かれた施設を目指しています続きまして十五ページをご覧ください自主基準地の設定にあたって県内の多施設の例となります すべての施設が自主基準値を設定しており上段が自主基準値下段の括弧内が法規制値となっています中ほどの記載となりますがこうした事例を参考としながら検討し具体的数値については地元の皆様と協議し締結をお願いしたい過小公害防止協定の中に明記したいと考えております下の写真は県内最大の長野環境エネルギーセンターです ちく川西川合流地点付近の堤防道路からの搬入口となっており現在の上田クリーンセンター正常栄養地と地理関係が似ています16ページをお願いいたします基本方針4地域に貢献する資源循環型施設についてです4-1エネルギーの利用の考え方についてはゴミ焼却に伴って発生した熱エネルギーを回収し温水 蒸気発電などで有効利用することを検討してまいります具体的には今後検討をいたしますが例としては資源循環型施設で温水や電気として利用するほか近隣施設に供給し活用していくことも考えられます下の写真は埼玉県の藤見野市妙手町の環境センターですゴミ焼却施設の敷地内に熱利用施設を建設し バーデプールという健康増進を目的とした歩けるプールを整備しています。十七ページをお願いいたします。四の二災害対策の考え方については。地震、水害などの地震、水害、火災などの災害に備えた構造にすることとし。仮に被災した場合であっても、速やかな機能回復が可能となる施設を目指します。 地震対策ではこの地域で予想される最大震度6強から7の地震でも倒壊しない構造とします水害対策では100年に一度の降雨による浸水想定深さ0.5から1メートルの洪水では浸水を防ぎゴミを焼却する機能を失わない構造とします想定される最大規模である1000年に一度の降雨による 浸水想定深さ5メートルから1 0ルの洪水では浸水があっても主要設備を守り速やかに回復することのできる構造を目指します。具体的には造成高を上げゴミピットハイピットなどへの浸水や外部への流出を防止すること重要機器や電気設備を浸水被害の影響の少ない位置へ配置すること主要部分上 防水扉を設置することなどが考えられますこうした対策は宮城県の石巻クリーンセンターが東日本大震災の津波で被災した際に一定の効果があり比較的早期に復旧をしています。また先ほどご紹介しました長野環境エネルギーセンターでも同様の対策がとられています。なお火災にについてはゴミピット 熱感知装置や放水銃の設置停電に対しては非常用発電装置による対応を考えています具体的な対策については今後地形測量や施設基本設計を行う中で検討し皆様にご説明をしてまいります18ページをお願いいたします資源循環型施設においては上田地域内で発生した 災害廃棄物の処理に対応するとともに防災対策の役割をを有しした施設を目指します先ほどご説明しました通り1日当たり144トンの計画処理能力のうち7トンは災害廃棄物の処理を想定したものです。平成22年の豪雨や昨年の令和元年東日本台風で発生した災害廃棄物であれば 2週間程度で焼却処理することが可能となります大規模な災害となり処理に長期間を要する場合は国・県を通じた広域的な連携の連携による処理が必要になると考えております他にも防災対策の機能としては地震の際の一時避難所としての活用防災用品の備蓄などが考えられます19ページをお願いいたします 今後に向けててとして6点ございます検討委員会での協議結果およびこれまでの地域住民の皆様との話し合いを踏まえてまとめております。1点目ゴミ減量施策については行政として普段の取り組みを行い住民の皆様に情報提供を続けてまいります。2点目は環境影響評価を実施することにより科学的データを提示し 安安全安心ののため地域の皆様と話し合いいを続けてまいりまりす三点目環境影響評価の実施で安全安心について全ての課題が解決するわけではありませんので自主基準値や公害監視体制などについて住民の皆様と行政での話し合いを続けてまいります四点目です焼却灰を埋め立てる最終処分場については 従来の考え方通り資源循環型施設の建設地以外の市町村への建設を検討してまいります。5点目として今後地域住民の皆様のご意見をお聞きしながら資源循環型施設の建設を契機とした周辺地域のまちづくりについても検討を始めてまいります。6点目は地域の皆様と定期的にこうした話し合いを行うための 組織を設けることを提案してまいります定期的な話し合いのイメージは下の図の通りですこれまでは安全・安心な施設の話し合いが主でしたが今後は地域のまちづくりについても加え二つの柱として話し合いをお願いしてまいります最後に二十ページとなります地域のまちづくりのイメージですが行政課題の解決と 住民の皆様のご要望の実現施設周辺地域の整備と住民の皆様にとって住みやすいまちづくりこうしたことの両立による地域価値の向上を目指してまいりたいと考えております以上ご説明をさせていただきました本日に限らず後日お聞きになりたい点ご不明な点などがございましたらご連絡を頂戴できれば改めて個別での説明もさせていただきますよろしくお願いいたします 本日は皆様方がよりですね様々なご意見をいたただきました本日の説明会でいただきましたご意見またご要望あるいはご指摘していただいたことをですね受け止めさせていただきまして今後のお対応に生かしてまいりたいと思っております本日ご説明申し上げましたとおり広域連合といたしましては資源循環型施設建設の取り組みの次の段階といたしまして環境影響評価を実施してまいります 当然のことながら環境影響評価を実施することが、地元住民の皆様が建設に対して同意したこととはなりませんので、科学的データを示しながら、これからも丁寧にですね、話し合いを続けてまいりますので、よろしくお願いいたします。資源循環型施設を市政の最優先課題としまして、私も曲げることなく、覚悟を持って取り組む覚悟でございます。これからも決意を持って事業に取り組んでまいります。 そして建設工地の周辺の皆様と行政だけでなく資源循環型施設を考えていくために上田地域の住民全体の課題として一人一人が取り組むことができるのがゴミの減量化ということであります地球温暖化防止あるいは周辺環境への負荷が少ないコンパクトな資源循環型施設を実現するためにゴミの減量に対しましても ぜひとも行動をより一層行動を起こしていただくことをご協力をお願い申し上げます今後も小池連合では資源循環型施設について広く住民の皆様に情報発信を行い自分たちの課題として考えていただくための機会を設けてまいります本日ご参加いただいたただ皆様も 周りの方々にも関心を持っていただくよう本日の内容等あるいは資料等についてその情報を広めていただくことを切にお願い申し上げます以上をもちまして説明会を終了いたしましたが皆様方には大変お疲れのところそしてまたご大変のところご参加いただきましたことを心から感謝申し上げます皆さん誠にありがとうございましたどうぞよろしくお願いいたします それではこれで資源循環型施設建設に関する説明会を終了させていただきます。